1942年のプレイボールは NHK 名古屋放送局制作により NHK 総合の土曜ドラマスペシャルとして2017年8月12日の19時30分から20時45分に放送された日本のテレビドラマ。戦前から戦後にかけて日本のプロ野球界で活躍した実在の4人兄弟、野口明、次郎、昇、渡の史実をもとに兄弟と家族の絆を描く。1941年、職業野球の太陽軍のエースで4番としてに、盗塁の活躍を見せ、試合に出続ける姿は、鉄腕と称賛された野口次郎を NHK 初主演の太が、長男の明を、勝次良、民の婚約者貴美子を、忽那汐里、阪神軍に入団する三男の昇を、斎藤良樹、プロを目指す4男の渡を、福山康平が演じる。作者は、谷津博之。音楽は、渡辺隆。語りは、三宅民夫。撮影は、平成29年5月下旬から6月下旬にかけて NHK 名古屋スタジオ、名古屋近郊などで行われ、出演者が合宿をするなどして収録した。平成29年度文化庁芸術祭テレビ部門ドラマの部参加作品として、NHK 総合にて2017年10月22日の0時50分から2時3分に再放送された。1941年、野口次郎は職業野球の太陽軍のエースで4番、打者としても、投手としても大活躍し、父、栄次郎、母、かな、妹の矢孝子と、秀子らに見守られながら、チームメイトの佐藤武雄たちと野球をしていた。三男の昇も阪神軍に入団、四男の渡は、甲子園大会が中止になったがプロを目指す。12月、太平洋戦争が始まると、長男の民が兵役を終えて、満州から帰国。かつては名投手で、弟たちの憧れの存在だった明は、手榴弾の投げすぎで肩を壊していた。民は、自信をなくし、婚約者の貴美子とも別れようとする。次郎は民に、かつての自分を取り戻してほしいと必死になる。青春を燃やした4人の兄弟たちの姿と戦争に翻弄されながらも夢を追い求め、野球を通して絆を強めた家族の物語。ありがとうございます。